皆さんこんにちは、桜子です。今日はですね、舞台白の恋文の稽古休みということでこちらにお邪魔したいと思います。イエーイ、陳家司祭さん。激辛料理が食べたい YouTube のスタッフさんたちを無理やり呼んで皆さんと一緒に食べたいなと思います。それでは行きましょう。いや、私今日激辛のためにこんなピンクなあの感じの服着きましたもん。食べ終わったら高くなってんだよ。いらっしゃいませ。こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日は激辛料理を食べに来ました、はい、楽しみにしてます。わかりました。お願いします。案内します。どうぞ。うちの麻婆豆腐はあの色濃いんですよ。ちょっと黒っぽい見えるんだけど香りと旨味は全然違いますから、インパクトあるの辛さね、当店は持ってますから。辛いだけは簡単にできるけど、やっぱ辛いの後香りとか旨味は残しつつ、それはポイントなんですよ。そこは自信持ってます。よその店ができないことはうちやってます。私実はお店来るの2回目でして。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。前回あの舞台 の、はい、あのキャストの方と一緒にユースケ・サンタマリアさんが、一緒に行こうって言ってくださって、はい、ちなみにあのおすすめは。おすすめですね、辛いの方好きですか。大好きです。そしてこちらの麻婆豆腐とよだれ鶏はまず一番出てますね。小辛、中辛、激辛、地獄辛、一番辛い。今日あの桜さん、今日は激辛料理を食べに来たっていう。そうですね。激辛でも結構辛いですか。辛いです。じゃあ激辛にしようかな。はい。はい。わかりました。じゃあ激辛を一つと、はい、あとよだれ鶏も。わかりました。ということで今メニュー頼み終わりましたが、前回もう一番おすすめしていただいた麻婆豆腐。食べれてないので麻婆豆腐、それからよだれ鶏、これはね以前ね食べたと思うんですよ。でめちゃくちゃ美味しかった記憶があるので、もう再確認というか。でその時多分激辛あんまり辛いと思わなかったんですよね。そう、でもなんかキャストの皆さんはすごい辛がってたような印象で、楽しみでございます。よだれが止まりません。すいません。え、いいんですか。ごっつぁんですって言うとしてる。乾杯。はい、お腹が空いている。非常に中華料理が実はもともとあんまり得意じゃないと思い込んでたんですけど、ここ来てから本当に美味しいなって思いました。早い、量が多い、美味しいし、結構値段も高って感じじゃないんですよね。むしろ安かったかな。ちなみにスタッフさんの皆さんは激辛は得意なんですか。僕とか本当に苦手です。どういう辛さが苦手です か唐辛子とか山椒とか。あ、唐辛子ですね。じゃあダメじゃん。いやもう今日はだから怖いですね。自分の限界を超えるんだよね。そうですね。わ、超えてこ。かわいそう。はい、どうぞ。お待たせいたしました。こちらよだれ鶏です、ね。ありがとうございます。こちらも激辛ですか。そうですね。はい。あのこれ食べるときよく混ぜる。辛そう。でも美味しい。美味しいですよ。香りはまず楽しんでください。はい。こちら、うわ、頂点石焼き麻婆豆腐。これはもう、めしてろ。香りが全然違いますから。色濃いじゃないですか、はい、うちの麻婆豆腐。はい、ちょっと黒っぽい。そう、それは6年豆板には使ってるから、普通は半年の赤い豆板に使うと黒くないけど、これ濃厚で美味しいんですよ。どうぞ食べてください。いただきます。はい、辛そう。うわ、最高。せ
ーの。いったね、いったね。いきますよ。激辛ですよ。激辛、はあ、怖い。いただきます。いやでも香りめっちゃ、あ、山椒の香りすごい。うみゃい、マジで美味しいんだけど、めっちゃ美味しい。私の好きな麻婆だこれ。辛いんですけど山椒が一番効いてますかね。そうですね、唐辛子よりも山椒ですかね。ピリっていう辛さ。麻婆豆腐の基本は一番特徴は麻ですよ。だから麻婆豆腐の麻っていうのはこの山椒の意味ですね。しびれるっていう。しびれる、そう、しびれは特徴。しびれないとダメですよ。待って、これまだ私いけるぞ、本当は。これって辛くなればなるほど山椒が増すって感じですよね。そうです、全部増しますね。あ、でも山椒の感じちょうどいいかも。この鼻に抜ける香りちょうどいいですよ。めっちゃ美味しいです。ちっちゃいやつが4つぐらい、スタッフさんの中にですね、辛さが強い人、弱い人、普通な人、いろんな人がいるんですけど、じゃあ弱いスタッフ様。ありがとうございます。いただきます。はい、熱い。辛いっすよ。嘘、マジで辛いっすよ。一口目からグワーってきます。いや、美味しいんですけど。美味しいですよね。めちゃくちゃ辛いっすよ。顔がなんか絵文字みたいになってる。そんな辛い。おい、あー、待てよ。後からですか。来ます。いや、来るけど、美味しい辛い。美味しい辛い。あ、美味しいですね。美味しいですよね。旨味が先に来ますよ。そう、ちょっと私お借りしていいですか。全然、どうぞ。あれ、これ地獄からいけたのかな。辛かったです。でも、山椒だったらこれちょうどいいですね。ちょっとじゃあ、激辛よだれ鶏食べますね。いただきます。おいしい。あれ、唐辛子がゴロゴロ入ってるんですよ。噛んでるんですけど、おいしい。え、全然余裕です。まあ、これより辛いもん、麻婆とかありますよ。食べます。はい、わかりました。10倍ぐらいです。ぐらいの20倍ぐらいですね。はい。でも彼女は多分大丈夫かもしれない。うそー、辛さ。いや、やってみましょう。お願いします。はい、わかりました。うわー、テンション上がる。ジェットコースター乗ってる気分みたい。限界ちょっと知りたいですよ。どこまでいけるんだろう。そう、あ、今日はあれですよ。もう今からは大原さくらこどこまでいけるのかっていう話になります。でもその20倍辛いっていうやつはもうこのお店の限界ですよね、きっとね。ガンガン崩して、こんな感じ。そうもっと崩して、細かく。こんな感じで大丈夫ですか。じゃあ、先ほどの麻婆の20倍の辛さ、いただきます。わあ、すごいゴツゴツしてるよ。でも全然なんか、怖いっていう見た目じゃないけどな。一旦いただきます。すごい。あれ？美味しいです。これ普通の人は食べられないですよ。え？普通のお客さんうちは。本当ですか？ほとんど食べられない。
いや、美味しさが本当に勝つな。本当に美味しいです。チンカシサイの6年の豆板醤すごい効いてるから、その豆板醤の濃厚さはすごいまろやかになってる、このまろやかになってくれるんですよ。のかも。でもそのまろやかさは、うん、多分少し抑えてる可能性多いね。あ、でもさっきより汗は出る感じがしてますね。でも美味しい、めちゃくちゃ美味しいです。本当にありがとうございます。あー、でもすごい汗、あ、すごい汗かいてきた。私もわかるかな、だって前髪がベシャンってなるぐらいだから。あー、辛いっす。いや、なんか痺れますえ、ダメ辛い、さすがに辛い。あ、でも来るわ、後か来るわでも美味しい、なんか辛いよりも美味しいが勝つな、やっぱり。もうちょっと辛くします。え、大丈夫です。もう一個ちょっと辛くしますよ。でももう十分です。いや、出しますよ。色がちょっと違う、また辛くなってる。これはちょっと辛そう。これでどのぐらいの辛さですか。まあ、さっきよりちょっと5倍ぐらい増えた。ってことは激辛の100倍になりましたよね。いただきます。これは辛いわ。でも最初にこれ来ても食べれるかもしれない、汗かきながら。おいしい。しんさんがすげえなってちっちゃい声でしょ。いけますけど、さすがに山椒だけの味がしますね。やっぱおいしさはこれかも。でもなんか豆腐追加したらバクバクいけちゃいそう。食べます。山椒メシューいただけます。これお酒初心者の方でもいけちゃいますね。美味しい、これ美味しいです。すごく美味しいです。合いますね、山椒同士なんで。はい、ということで本当にどれも美味しかったです。もうたくさん辛いのもご用意くださって本当にありがとうございます。でも一番最後のも辛かったんですけど、美味しさがやっぱり最後まで勝って。やっぱりここまで食べる人少ないね。本当にこんないっぱい食べてびっくりしました。すごいです。美味しかった。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、ちょっと残りもゆっくり食べたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで次回の動画もお楽しみに。はい、バイバイ。みんなぜひ来てください。来てください。桜子激辛チャレンジ、今回は辛かったけどとっても美味しかったです。ということで次の激辛のお店もお楽しみに。バイバイ。